今日は全く新しい無線通信のお話。日々新たな技術が開発されるストームワークスの世界において、無線通信の重要性は増すばかりです。それは軍事分野でも同じこと。遠隔地へ的確に情報を伝達するための通信手段。そしてその技術開発こそが我が北埼玉の生命線なのです。さて、ストームワークスにおける通信手段には具体的に何があるでしょうか？まず思いつくのはラジオ系ブロックとコンポジット信号を使った電波通信ですよね。ミサイルの中間誘導から広域データリンクまで、私たちもあらゆる場面で活用しています。そうだね。コンポジット信号の他に映像や音声もやり取りできるし、一つのブロックで送受信両方の役目をこなすことができる。周波数さえ判明すれば傍受されてしまうのもあって、周波数ホッピングや暗号化、指向性アンテナなど、各種電子防護アセットの開発が進んでいるね。というかそれ以外の通信手段なんてあるんですか？まさか手旗信号じゃあるまいし。確かにラジオ系ブロックを利用した通信が一番オーソドックスだけど、レーザー光線や光点の明滅に情報を載せるレーザー通信も実証されているよ。その他様々な通信手段の特徴と一対の送受信機で実現できる最長の通信距離をまとめてみたのがこちら。最大サイズのアンテナを送受信両方に使った場合でも40キロが限界なんですね。もちろん両方の送受信機がアクティブ状態にあり、かつ電圧も安定している時だけ。これ以上の長距離へと情報を伝達するには、中継機を敷設するか、全く新しい通信手段を用いるしかないわけですね。その通り。我らが北埼玉の宿敵たる埼玉傀儡政権はここから100キロ以上南方に位置するため、来るべき侵攻反攻作戦における無線通信の信頼性には不安を覚えるというもの。そこで、なんと距離無制限、通信容量の低下も遅延も傍受の恐れもなく情報を伝達できる新たな無線通信技術を開発しました。何それ怖い。距離無制限って一体どういうことですか？これまで試してきた中で最長の通信距離を持っていたのはレーダー照射通信だよ。理論上2000キロ先まで情報を送り届けることができるけど、その場合の転送レートは 0.06bps。 レーダーの有効レンジが長くなるのに従って検出間隔も広がるからですね。ディテクターは1000ティックに一度しか反応しなくなります。そうしてレーダー照射通信の研究を進めていたところ、レーダーディテクターの奇妙な性質に気がつきました。レーダーディテクターはビークルのどのマージがレーダー照射を受けていても反応するんだ。先輩はここに目をつけたわけですね。そういうこと。これを遠隔地との通信に使おうと思いついたんだ。一つのビークルの中でなら、たとえ別マージが1万キロ離れていようと瞬時に情報が伝達され 60bps の通信路を形成できる。この現象を使ってレーダーとレーダーディテクターの組を送受信機として利用するのが今回紹介するレーダー持つれ通信だよ。例えばこんな風に、左側の重りにレーダーが照射されたのを右側のディテクターで検知してハードポイントへと情報を伝達するだけのビープルを作り、検知ユニットを車両に搭載してから重りにレーダーを照射すると、ディテクターそのものにはレーダーが照射されていませんが、検知ユニットはきちんと反応しましたね。ではこのまま検知ユニットを遠くへと運んでみましょう。レーダーにはキープアクティブブロックをつけておいたよ。ご覧のように送信装置からどれだけ離れても問題なく受信できます。物理演算の精度に問題が出ない範囲でなら距離無制限の通信路を形成できますね。あとはディテクターのオンオフ信号に情報を載せる仕組みを作るだけ。つまりはシリアル通信だね。先行研究もなさそうなので独自企画で簡単なシリアル通信を実装してみました。コンポジット信号をオンオフ信号の明滅に翻訳するシリアル通信モジュールの完成です。早速試してみましょう。まずはオンオフ、ナンバー信号ともに4チャンネル送信してみます。送信する数字は100、2、0.5、-80。確かに4つの数字が4つのチャンネルに格納されました。しっかり受信できています。通信内容はこんな感じ。最初の8ティックで合言葉を、次の10ティックでデータ帳を、さらに次の8ティックで誤り検出に用いるデータを送信しています。オンオフ信号、ナンバー信号ともに最大31チャンネルの送信が可能です。この通信モジュールを用いることで
コンポジット信号をオンオフ信号に翻訳し送信したり、受信した信号を元のコンポジット信号に戻すことができます。レーダーもつれ通信、レーザー通信が実用化できたのもこのシリアル通信モジュールのおかげです。机上の空論から実用的な通信手段になったんですね。それではレーダーもつれ通信の実証試験を行いましょう。さあ、試験の概要を説明するよ。第一段階として、レーダー照射を受けるおもりとディテクターのもつれペアのうち、ディテクターを北極から新大陸へ運搬します。それからおもりを送信機に、ディテクターを受信機に接続します。そして伝えたい情報をシリアル通信モジュールで翻訳し、送信機からおもりへ向けてレーダーを照射、ディテクターに入ってきた情報を受信機のシリアル通信モジュールでコンポジット信号へと直します。送信機と受信機は直線距離で 123km 離れています。従来の無線通信では3機以上の中継機を必要とするところ、今回の試験では1つのもつれペアだけで通信路を形成します。レーダーもつれ通信は送受信機がどれだけ離れていても理論上無遅延で情報を伝達でき、傍受の心配もありません。一般的な通信用途ではラジオ系無線通信の方が使い勝手が良いですが、こと軍事分野では特殊な条件下で特殊な技術的要請を満たす必要が出てくることがあります。開発中の新型対艦弾道弾での使用も内定していますし、技術はあればあるほど良いですね。さあ、非常に絵面が地味ですが、実証試験を開始する時がやってきたようです。チャンネル1、ミニ北極パラダイズ山山頂の座標、チャンネル3に155、チャンネル4に -0.7857 と入力することにしました。それでは送信ボタンを押してみましょう。きちんと受信できました。試験は成功です。これにて距離無制限の無線通信技術、レーダーもつれ通信の実用化を宣言します。これであの兵器を作ることができますね。今後もモチベーションが尽きない限りストームワークスをプレイしていくから期待しててね。次回もお楽しみに。